今回紹介するのは自分を高く売る技術。なぜ値上げをしてもお客様が離れないのかという本です。具体例が豊富で面白くて2時間くらいで一気に読めます。読めましたが内容が具体的なのでもう一度ゆっくり紐解きながら行動に落とし込んでいきたいと思います。特に P95 からの 行列を作るるるたた。めにやるべき二つのこととは、は繰り返しし価値があると私は感じましたやはり人というものはなんとなく安かろう悪かろうと思っているものだし価格が高いにはそれなりの理由があるはずだと潜在的に思っているものなのでまずは地域の同業者の中で最も高い価格設定をしてみる。 とというのはとても説得力がありますね。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。